5月21日に行われた記者会見で、チンコへのダメージ蓄積によるドクターストップがかかっていることを激白。7月9日をもって長期欠場を発表。活動拠点を海外に変えてから奇妙なファイトスタイルへと変貌。ミステリアスな動きに注目。父親が全日本プロレスで活躍した桃田光輝、祖父が力道山というものすごい家系の力選手。前回ヒーロー17で最も人気があり個性が強い3名。果たしてどんな試合となるのか。第3試合スリーウェイマッチ、力 VS 歌麿 VS 藤田峰雄。